CFA フラン将来のエコ経済圏エコアスのみ、エコア2027年により導入が計画されている、統一通貨単位である。当初は、西アフリカ諸国経済共同体において計画されて、いたが、その後一部の国が参加を見送り、現在は9カ国のみ参加を表明している。エコアス加盟国15カ国のうち8カ国が、フランスフラン、ユーロと、レートが固定されている。 CFA フランを残り7カ国では独自の通貨を使用してきたが、1990年頃よりエコワス内で使用可能な単一通貨の導入が検討されてきた。特に CFA フランを導入している国家は外貨準備校の50%をフランスの国庫にて管理する義務が課せられており、急走主国による経済支配であると批判されてきた。 2019年6月29日、ナイジェリアの首都アブジャにおいて開催されたエコワス首脳会議において、2020年までに単一通貨の導入を目指し、その通貨単位の名称をエコとすることを決定した。同年12月21日には、コートジボワールの首都アビジャンにおいて、CFA フランス用の8カ国とフランスの間で通貨改革協定が締結され、 CFA フランス王国がエコに移行した場合、従来の外貨準備口50%保管のルールを撤廃することとなった。2020年5月20日、フランス政府はこの通貨協定の批准を閣議決定した。エコは当初、変動相場制を採用する予定であったが、2019年12月の時点ではユーロとの固定相場制を予定している。2020年以降、 条件を満たした国から随時エコに移行する予定となったが2020年1月16日にナイジェリアの首都アブジャで開催された西アフリカ通貨圏の臨時会合においてワムズに加盟する6カ国はエコへの参加を見送ることを決定した。これによりエコ3カ国は西アフリカ経済通貨同盟の8カ国とカーボベルデの合計9カ国のみとなった。 2020年9月26日、コートジボワール大統領のアラサン・ワタラは、エコアス首脳会議に出席した際、COVID-19 がアメリカ合衆国に与える影響などを考えれば、今後3から5年以内にエコを導入することは、不可能だと記者団に発言した。しかしこの発言に、ガーナのジェリー・ローリングス元大統領は反発し、ユーロとの固定相場制にも反対した。 2020年12月、フランスの議員は、アフリカでの CFA フランの廃止を求めている。代理人はまた、植民地通貨として機能する CFA フランを非難している。2021年5月、フランスは、西アフリカ諸国中央銀行の口座に50億ユーロを送金するプロセスを開始しました。パリの決定は、 エコになることを求められた CFA フランの改革の枠組みの中で行われます。2021年6月19日、西アフリカ諸国経済共同体の首脳は、2027年に共通のエコ通貨を立ち上げるための新たなロードマップを採択した。西アフリカ通貨圏に加盟する6カ国は2020年1月16日に参加見送りを決定している。 一部の経済学者からは当初、エコアス域内の総生産のうち3分の2をナイジェリアが占めているなど加盟国間で経済的格差が大きいため、単一通貨を導入することで加盟国の経済的なリスク要因となり得ると警告された。ありがとうございます。